森山金次は、日本の政治家、外務官僚、科学技術庁長,長官、運輸大臣を務めた。妻は、森山真由美。没後に、生三位を、ついたまもの。愛称は、森金。保守合同で自由民主党が誕生してからは三木派に、所属し、後進の川本派では代表世話人を務める。二度の衆議院社会労働委員長、同建設委員長。 第2次池田内閣で、郵政政務次官等を経て、1973年、第2次、田中角栄内閣第1次改造内閣で、科学技術庁、長官、1978年第1次、太平内閣で、運輸大臣として入閣した。長年、自民党の労働問題調査会の事務局長、会長を務め、政府、参考者ご現業、公社公団、 特殊法人の労働問題に関わった。1987年4月29日区一等、極日大受賞受賞。1917年1月10日、東京都千代田区工事町に生まれる。父親の国は、鳩山一郎法律事務所に所属する弁護士で、1928年の第1回普通選挙で、立憲政友会から、栃木県選挙区から立候補したが、 落選している。母親の初江は、和洋裁縫女学校卒業後、裁縫の教師をしていた。1923年麹町小学校に入学。当初は目立った成績ではなかったが、徐々に成績を上げて、難関の東京府立第一中学校に合格した。中学では柔道部に所属した。旧西静岡高等学校では山岳部に所属し、 三年間、寮生活を続けた。後に、東京帝国大学に転学で入り、1941年10月に、高等文官試験の外交と行政に合格し、同年12月、東京帝国大学法学部を繰り上げ卒業と、同時に外務省に入省した。ドイツ大使館人の事例を受けたが、直後に、不評第5十9連隊の二等兵として、 大日本帝国陸軍に入隊、経理部官部候補生試験で、第14師団中、一番の成績を取り、小平市にある陸軍経理学校へ入学した。経理学校を卒業後は、陸軍航空本部整備部に配属された。その後新たにできた、軍事省航空兵器総局に見習い士官として行き、陸軍主計将尉として、終戦を迎えた。 九百四十五年五月二十五日の東京大空襲では、庁舎の防火活動に従事し、遠藤サブロー中将より表彰状を受けた。九百四十五年九月一日、福音し、外務省に戻り、終戦連絡中央事務局に配属され、連絡官として GHQ 当局との接触にあたり、その後物価調査会事務局長を経て、九百四十六年三月、 外務省を退官した。1946年4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙に栃木県から立候補した。外務省、軍事省にいた時のコネを使って、調達したオートバイの陸王のサイドカーを借り受けて、選挙区巡りを行ったが、58人中18位で落選した。父親が文科生だった鳩山一郎が公職追放されたため、 日本自由党への入党を諦め、1947年4月、民主党へ入党した。4月25日に行われた第23回衆議院議員総選挙では、前回栃木県全県1区で行われた選挙区が1区と2区に分布され、1区から立候補したが7位で落選した。昭和電光事件で足田一氏も逮捕される中、 迎えた1949年1月23日の第24回衆議院議員総選挙では28,281 28票を獲得し2位で初当選を果たした。初当選後、民主自由党の吉田内閣への連立問題をめぐり連立派と分裂した野党派に属した。野党派はその後国民共同党新政治協議会と合併し、 1950年4月28日、国民民主党が結成。国民民主党はさらに、1952年2月8日、農民共同党、新生クラブと合併し、改新党を結成。さらに1954年1月24日、自由党新党準備会派、改新党、日本自由党が合併し、日本民主党が結成された。 こうした中、民主党政調理事、国民民主党組織企画部長などを務め、タバコ問題、軽戒病問題などに取り組んだ。初当選後は、はたば収納代金の概算払い制度に関する法律の成立に尽力した。この制度は、その後、米作にも導入された。初当選した1949年7月25日に、旧正静岡高校の恩師、 桜井和一より、東京大学に在学中だった前美と引き合わされ、結婚した。1952年10月1日の第25回衆議院議員総選挙では34,573票を獲得し、第4位で当選したが、選挙違反容疑で警察の手入れを受けた。馬鹿野郎解散を受けて1953年4月19日に、 行われた第26回衆議院議員総選挙では3万1208票で次々点の7位と落選した。落選中は、警戒法案の実現に奔走。鳩山ブームに乗った1955年2月の第27回衆議院議員総選挙では5万2528票でトップ当選した。同年7月に、警戒及び外省成績随障害に関する特別。 保護法が成立した。保守合同後の1957年7月には自由民主党労働局長、党労働問題調査会事務局長に就任した。同年12月には社会労働委員長に選任された。1958年に勤務表情闘争が行われた際、日教祖からの脱退者による組合の育成、日教祖幹部を労働貴族と主張して、 一般教師に権限するなど、日教祖攻撃に奔走。1962年1月までに過半数の組合員だったなど、1963年までの5年間で、栃木県内の日教祖組織率低下させた。1958年5月22日の第28回衆議院議員総選挙では、国鉄の労働組合や日教祖の反撃により、 37,288票で7位と落選した。1960年11月20日の第29回衆議院議員総選挙では54,06票を獲得し、第2位で当選。同年12月9日付で、第二次池田内閣の郵政政務次官に就任した。小金義輝郵政大臣から前提審、労働組合との問題を任された。 郵政省への初登庁のその日、玄関にある郵政省の銅板より、大きい木製の前提新労働組合本省本部の看板を直ちに外させた。また勤務時間中に1時間以上の職場、大会参加者に対してのみ、開国処分が行われてきた監修を改め、45分以上の職場大会参加者は、開国処分とするように改め、在任7ヶ月の間に、 過去20年分にあたる組合委員に対する処分を実施した。1961年の春闘では前提に一切妥協せず勝利を挙げた。1960年の三井三池葬儀では日本共産党系の自由放送団や総評弁護団に対抗して自らが育て上げた老生放送団を派遣した。彼らは1961年春闘での前提による奈良県 上市、下市局闘争にも派遣された。1961年7月18日、内閣改造に伴い、郵政政務次官を退任、自民党全国組織委員会副委員長兼、労働局長に就任、1962年10月、列国議会同盟へ派遣された。1963年の内閣改造の際には、 自民党広報委員会副委員長、教育正常化委員会副委員長に就任した。同年11月21日の第30回衆議院議員総選挙では、6万748票で第4位で当選した。1964年6月の国会では、ILO の87号条約の批准問題に関連して大橋武夫労働大臣を立ち往生させたこともあった。 同年7月に自民党政調・住宅対策特別委員会副委員長に就任1965年1月25日には衆議院建設委員会委員長に就任し建設省の職員組合である全県労や住宅公団の労組問題や中小建設業問題に取り組んだ全県労の加入者への働きかけを実施し組合委員を2万人から5千人まで減らした 1966年1月、自民党建設部会中小建設業振興対策、小委員会委員長に就任し、建設事務時間通達、中小建設業に対する受注機会の確保についてをまとめた。1967年1月29日の第31回衆議院議員総選挙では、64,955票を獲得し、4位で当選した。 同年11月1日、衆議院法務委員会で裁判所職員等で構成される全司法労働組合の関係者が日本の裁判所が資本化、政府の手先となっているという発言をしたり、組合委員の職員がリボン闘争に参加して法廷内で政治運動を支援するリボンを着用したことを取り上げ、職員がそのような認識を持っているとすれば、 裁判の公平性の観点から問題であると主張した。1968年1月の佐世保エンタープライズ機構阻止闘争の際には、河野洋平、佐藤文章、坂本三十字を伴い現地調査を行った。同年7月の第11回参議院議員通常選挙では選対委員長を務めた。1968年11月27日の 自民党総裁選挙では佐藤栄作の参戦阻止のために立候補した三木武雄のために党内工作に動き大方の予想に反して三木は前を重三郎を抑えて2位となった。1969年12月27日の第32回衆議院議員総選挙では68,527票を獲得し第2位で当選した。 1970年2月自民党政調審議会審議委員に就任した。1971年6月27日の第9回参議院議員通常選挙後の7月14日に招集された第66臨時国会で14年ぶりに社会労働委員長に就任した。1969年の衆議院本会議で自民党が 強行突破を図って大混乱し、石井光次郎、小平久夫の衆議院政府議長が辞任した健康保険法の改正を目指して、日本社会党とも協議を行い、社会労働委員会、衆議院本会議を通過させたが、参議院で社会党にストップされ、健康保険法改正案成立は1973年までずれ込んだ。 1972年12月10日の第33回衆議院議員総選挙で8回目の当選を果たした後、1973年11月25日第2次田中内閣で科学技術庁長官として初入閣を果たした。科学技術庁長官時代には事務次官と原子力局長2人を更迭した。また第1次オイルショックによる混乱からの脱却のため、 代替エネルギーとなる原子力発電の推進に取り組み安全研究予算を追加要求し前年度の70億円から150億円へ倍増させた。また、建設地地元住民への優遇策となる電源産九1974年6月3日の通常国会最終日に成立させた。 1974年1月29日、日本共産党の不和鉄道初期局長が指摘した、日本分析科学研究所の放射能測定結果、熱造問題に前哨を約束、当時の原子力局長、放射能課長を更迭、新たな検査組織の設立を目指した。その際、国が全額出資する場合、法律を作成する必要があるが、 野党の賛成が得られないことから、日本原子力研究所や動力炉、各燃料開発事業団などが出資した形で、同年6月、財団法人日本分析センターを樹立した。1974年4月3日の衆議院、科学技術特別委員会では、社会党、公明党、共産党から、那覇市、ホワイトビーチで漁獲されたハリセンボンから60、 ピコケリーの放射能が検出されたことについて論争を繰り広げた。ラジオアイソトープ行政の刷新にも取り組み、行政管理庁が1974年1月28日に出した放射線障害防止に関する行政観察結果に基づく勧告に対して、労働省、文部省、厚生省の協力を取り付けた。原子力専物の問題にも取り組んだ。 1974年8月26日、大港港からツを出港させた。出港から7日目の9月1日、上甲板に設置された高成原子炉ハッチの側面にある測定器がガンマ線を感知し警報を発した。この時検出された放射線量は最高でも毎時0.2ミリレントゲンで連続500時間浴びても胸部レントゲン写真1回分相当の 極微量であったが、マスコミはこれをセンセーショナルに報道、野党各党から、森山は激しく非難された。田中勤務役問題で、田中内閣が退陣し、三木内閣が誕生すると、丹羽平介、毛利松平と共に、党内基盤の弱い三木内閣を支えるために、田はや野党への工作に動き回り、おじぎ三人衆と呼ばれた。1975年秋、厚労協が、 ストケンストを実施した際、自民党内にもストケンを付与するべきだという意見がある中、ストケン付与に強く反対した。1975年12月、自民党総務に就任した。1976年5月20日の朝日新聞では、反主流派である、見木下ろしを行っている太平派幹部の福永健治と対談した。9月15日の党役員人事で、 内田恒夫幹事長の下で、幹事長代理に就任、三木おしに対する防戦に尽力した。自民党の選挙資金が少ない中、人気満了で迎えた12月5日の第34回衆議院議員総選挙では37億円ほどで、選挙を実施した。1977年2月1日、倉石忠夫に代わり、自民党、労働問題調査会長に就任。 その後、運輸大臣在任中を除き死去するまで11期、務めた。同じく1977年2月27日、船田中、小平久雄に次いで、第3代の自民党、栃木県連会長に、就任、1983年10月23日まで、務めた。1980年の衆参ダブル選挙の際、妻の真由美が参議院栃木県選挙区の候補者となり、 に議席を独占したが、妻の立候補には積極的ではなかった。同年7月の第11回参議院議員通常選挙では選対委員長を務めた。1978年3月2日、永年在職議員表彰を堀茂衆議院議長から受け、慣例により自民党顧問に就任した。25年間在職した議員は彼で171人目であった。 その年の自民党総裁選挙では、川本俊夫の選対事務局長を務めた。同年運輸大臣に、就任、12月20日からの値上げが決定していた、私鉄運賃の値上げを大臣就任直後に延期した。12月26日には、高木文雄総裁ら国鉄役員のボーナス半額カットを指示した。1979年1月12日、それまで受験資格が、 男子に限定されていた航空管制官、気象観測官、海上保安官などの職種を女子にも受験資格を与えるよう指示した。1月23日、6大都市のタクシー運賃値上げにストップをかけた。1月29日、鉄道労働組合の辻元茂隆、組合長らと懇談し、国鉄再建への協力要請を行った。3月30日、 尖閣諸島、ウオツリ島にヘリポート建設を指示した。3月26日、笹川良一日本船舶振興会長への優待を、韓国、全日空の若狭特次会長へ辞任要求を行った。6月には、国会で国鉄の財政改善のため、非効率な夜行列車は廃止すべきと表明し、議論を呼んだ。第一次太平内閣発足時に、 森山さん以外なら誰でもいいと発言した、住田正治運輸事務次官を1979年7月に辞任に追い込んだ。日本の領土や領海の確保について積極的に取り組み、水路測量原表の埋め込み実施を特例した。1979年7月5日には、下地島空港の開港式に臨席し、グラマンガルフストリーム2に試乗した。その後、同空港より、 YS-11 に乗り、西目順次沖縄県知事と共に、尖閣諸島周域の視察を行った。三毛派が川本派となってからは、代表世話人を亡くなるまで務めた。1979年4月25日、国労・道労によるストライキが行われたが、6月1日に行われた閣議で、当局側が予定している、スト参加者への処分の凍結をするべきと表明した。 同年7月2日には、自ら作成した国鉄再建の基本構想案を国鉄総裁の顔を立てるために国鉄に発表させた。同年11月9日の第2次太平内閣発足とともに運輸大臣の座を去った。1982年政府が財政再建行政改革推進の検知から人事院勧告を凍結した際、 労働三権が制約されることとの均衡から、韓国実施を強く主張した。1985年10月自らの呼びかけで、自民党内に教科書問題を考える議員連盟が結成された。晩年には、教育基本法や、それに基づく教育体制、教育内容、教科書の是正など、戦後教育の総決算に強い意欲を示した。 1986年10月19日、野岸鉄道合図絹川線の開通式では、野岸線完成促進議員連盟会長として、テープカットをした。1987年5月2日、急性心不全のため70歳で死去した。自民闘争が行われ、急性静岡高校の一期後輩だった、中曽根康弘首相が長辞を読んだ。 地盤は、柳瀬進が継承した。真由美との間に一難事情を設けた。長男は、東院学園高等学校一年に在学中の1973年1月28日、柔道の公式試合中に、大外刈りをかけた、際の返し技で畳に落ち、首の骨を折り死亡した。毎日新聞記者を務めた、内藤国夫は、著書、優勢丸星の内幕、はがき無区で、 森山は、マルセイ運動の元響で、組合を弾圧した大悪人としつつも、その是非はともかく、驚異的な政治力、と評した。自民党左派の三毛派に属したが、党内では、文教族として知られ、教育、労働、領土了解問題などに保守的な立場から取り組んだ。カメラ業界との関わりが深く、日本写真機工学危険査協会、 現在の日本カメラ財団を自ら創立、亡くなるまで理事長を務め、海外ではミスタージャパニーズカメラの異名で知られていた。また切手収集にも興じており、日本有志協会の日本切手店で審査員を務めたこともある。1984年には選挙用ハガキコレクションを日本切手店に出品し、郵政大臣賞を受賞している。いとこの孫に相馬隆人。 ありがとうございます。